スミノエシティナイターの第30回アクアクイーンカップは本日5日目、これより優質争い準優勝戦のカード、まずは第1弾で第10レースの準優勝戦です。穏やかな水面上で1二さんの456の枠なり、さ船を並べてまいりました。1号艇の平高奈々、第10レースの人気の中心、スミノエ連続優質一番乗りなるかとなっています。1分前です。その横2号艇で大山千尋、こちらはスミノエ3連続優質なるかです。そして3号艇いまして中谷智子、スミノエは過去10回優質3回優勝2場所連続優質なるかです。4号艇引っ張るでしょうか、岩崎よしみ、今年2度目の優質なるかで、5号艇の香川元子、スミノエ8回目の優質なるか、そして6号艇の隅ひとみ、今回久々のスミノエで準優突破なるかとなっています。さあアウト勢動いていきます。1二さんが入りまして、そして4号6がダッシュ戦法、スタート展示通りで枠なりで3対3進入体系固まってまいりました。まずは誰と誰と誰が準優突破なるかの準優第1弾第10レース、12秒進が回っています。さあ残り10秒切っていまして、前提進入してまいります。1番2番3番4番5番6番の枠なり、2秒1秒、今スタートしていきました。コースタートインコース、2コースから1号艇と2号艇ダッシュ勢から5号艇、この辺りいいスタート。まず逃げる1号艇人気の平高をまくっていった3号艇の中谷、刺して2号艇キャビって4号艇接触、あとは5番6番危ないところ、バックスレッチャーイン速攻が決まった1号艇の平高、現在2番手にはまくっていった3号艇の中谷、3番手争いですが2号艇の大山上がってきて内枠3艇が上位、あとは4号艇6号艇5号艇なおスタートは正常でした。ラインタンマーからトップで回って1号艇の平高、2番手3号艇回って、そして後ろ2号艇回ったところ4号艇が攻めていきますが、2番手は3号艇3番手は2号艇の大山で1、3、2で内役3艇レーサー2周目へと入ります。先頭には早くも抜け出して1号艇の平高奈々、まずは人気の中心がイン速攻、そして2番手には3号艇握っていった中谷智子、3番手には2号艇の大山千尋が上がってきてバックスレジで入ってまいりましたが、上位が人気どころ内役3艇で1、3、2になっています。先頭と2番手は 20m ほど、その後ろ3艇進から4艇進では2号艇の大山千尋、そして水が空きました6号艇の隅と4号艇の岩崎並んで、最後方が5号艇の香川元子です。ラインタンマークを回ります。先頭で1号艇の平高奈々、2番手は3号艇の中谷智子、3番手が2号艇の大山千尋、直線コースは上位が1号艇3号艇2号艇で、あとは6、4、5の順になっています。最終周回、先頭には1号艇の平高奈々、ここは見事なイン速攻、そして2番手には3号艇の中谷智子、3番手には2号艇の大山千尋、最後のバックスレジへと入ってまいりますが、上位が内着3艇1号艇3号艇2号艇、第10レースからは1号艇の平高、3号艇の中谷、そして2号艇の大山がどうやら準優突破、今から最終ターンマークへと向かいますが、1号艇の平高奈々が隅の上連続優質、優質1番乗りで3場所連続優質、3号艇の中谷智子が2場所連続優質、そして2号艇の大山千尋がこれで隅の上は3連続優質で、第10レースは1、3、2、間もなくゴールです。先頭1番ゴールイン、3番ゴールイン、2番ゴールイン、6番、4番ゴールイン、最後尾に5番がゴールイン。第10レースの確定をお知らせいたします。1着1番、2着3番、3着2番以上でございました。